するとあなた方仏教とは言ったの。それはね、なんて言ったかっていうとね、そんな仮装なんて嫌です。光になるなんて嫌です。仮装は犯罪者がされることなんですね。刑罰なんですね。光っていうのは犯罪者なんですね。そうです。じゃあ私たちも土葬にしてください。ダメです。あなた方は犯罪者だから仮装にされた。犯罪者だから仏教徒なんです。日本神道には戻れません。じゃあ勝手にその辺で野垂れ死にします。それは困りません。ああ、もう何も救いはなくなった。そしてあなた方は絶望のあまり暴動を繰り返し、私たち日本人を殺し、そしてレイプした。私たちがフェニキア人と、かわいそうだから何か宗教をお与えになった。そうだ。では仏教という、お前たち仏教の外に土葬を許された犯罪者宗教を置いてやる。その宗教は常に罪、罪、罪、罪。